ラファイエット、ラファイエット公爵、マリー・ジョゼフ・ポール・イブロ・シュジル・ベール・デュ・モティエ、マリエ、ヨゼフ・ポール・イブロック、ギルバート・ジュ・モティ、マルキでラファイエット、1757年9月6日から1834年5月20日は、フランスの公爵で、軍人、政治家である。アメリカ独立革命と、フランス革命の双方における活躍によって、両大陸の英雄、と称えられた。 第3代アメリカ大統領となったジェファーソンは独立戦争を通じてラファイエットをよく知っており、ラファイエットの弱点は人気と評判に対して植え切っていることであると評している。両大陸の英雄と称賛された時からいつも人々の注目を浴びることを願い、それがその後の彼の行動を立したと言われている。池田里代子の漫画、ベルサイユのバラにも登場している。 1757年、ラファイエットは、代々軍人で戦死が多い裕福な貴族、公爵の子として、オーベルニュ地方のシャバニアック城、現在のシャバニアック・ラファイエットで生まれた。父は、彼が2歳の時、7年戦争に従軍して、先祖たちと同様に戦死した。彼は14歳で軍隊に入隊し、16歳で2歳年下の貴族、公爵の娘と結婚した。 1776年、アメリカ独立戦争が勃発すると、支援を求めて、大復したベンジャミン・フランクリンに会ってその考えに、共鳴し、周囲の反対を押し切って、慈悲を投じて船を購入し、義勇兵として、アメリカへ渡った。19歳の時のことである。1779年には、フリーメイソンへ加入、参入儀式を、ジョージ・ワシントンが執り行った。一旦帰国後、 1780年、ホブネ・エルミオン・ヌ号に乗って、再度アメリカに渡った。アメリカの独立を決定的にした1781年のヨークタウンの戦いに、彼は重要な役割を果たした。翌年フランスに帰国すると、新大陸の英雄と称えられ、一躍名声を得た。1789年、ラファイエットは三部会の第二身分、貴族代表として選出された。 しかし、アメリカ独立戦争、1775年から1783年を戦った。彼は、フランスの絶対王政を立憲君主制に変革すべきだと意構想を持ち、第二身分でありながら、第三身分の側に立って、議会政治の実現に向けて行動した。ラファイエットは、7月14日のバスティーユ襲撃の翌日に新設された。 国民衛兵の総司令官に任命されとともに、フランス人権宣言の起草に着手した。国民議会で採択された人権宣言は、第1条で、人は自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存するという人間平等を、第2条で添付の人権、第3条で人民主権、第11条で思想の自由、言論の自由、 第十七条で所有権の不可侵を謳っており、近代民主主義発展史上に記念碑的な位置を占めるものであった。しかしその後のラファイエットは国民衛兵司令官として動乱期に入ったパリの治安維持という難問に取り組む中でたびたび不手際を犯し、その名声と権力は急速に衰えていく。10月5日、女性を中心としたパリの大群衆がルイ16世を ベルサイユ宮殿からパリへ連行したベルサイユ行進においては彼と国民衛兵は群衆によるこの衛兵の殺害や宮殿に対する破壊、略奪を傍観するのみであった。また翌年6月20日にルイ16世がパリから逃亡した際にも警備責任者として逃亡阻止に失敗した角で多くの批判を浴びることとなった。彼は政治家としてはフアン派に属し、 前述の政治構想のように、立憲君主制の支持者であったが、王政打倒を主張する、ジロンド派や、最下激派たる、ジャコバン派の勢力増大も食い止めることができなった。1791年7月17日、パリ西部のシャンド、マルス、連平場での共和派の集会に対して、国民衛兵に無警告での発砲を命じこれを、 鎮圧したことによりラファイエットの政治生命は終わりを告げた。この事件では死者が50名にも上ったため、シャンド・マルスの虐殺と呼ばれ、彼は共和派の激しい非難を浴び、国民衛兵司令官の職を辞した。その後復活を期して、パリ市長選挙に立候補するが落選、政治の第一線を去ることとなる。翌年4月、 オーストリアとプロイセンに対するフランス革命戦争が勃発すると一方面軍の司令官に復帰したが、8月に王権が停止されるやラファイエットは司令官を解任された。王党派として逮捕される危険を感じた。彼は即座にオーストリアへ亡命した。オーストリア政府は彼の身柄を受け入れたが、待遇はあくまで戦争捕虜としてであった。5年間の獄中生活を送った後、 ナポレオンが政権を握った1799年に帰国したが公職への復帰はならずナポレオン戦争中も故郷で引退生活を送った。後1824年アメリカ政府は国賓としてラファイエットをアメリカに招待した。彼は15ヶ月にわたってアメリカ各地を旅行し国を挙げての歓迎を受けた。1830年7月革命が勃発すると 再び国民軍司令官に任命され、ルイ・フィリップを支持したが、翌年には解任されてゲイアし、3年後パリで死去した。2002年、その過去の名声からアメリカ合衆国名誉市民に選ばれた。また、ニューヨークのローアーマンハッタンに彼の名を冠したラファイエットストリートがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。